さあこの20分一本勝負は面白い試合になりそうであります。ベルベットマッキンタイヤ、もう日本にはこれが5回目であります。日本のファンにもおなじみです。なかなかあの綺麗な、しかもあの、ダンさんね、ベアフットの女王と言われてますね。いつもあの裸足で登場してるんですけど、そうなんです ね, ねですからあの拮抗撃なんかはですね、やはり相当に強烈なものを持ってますよ。あっと逆に、しかし長森和也キックで返しました。さあお互いに力比べ。ああしかし体は細いんですけどもね、ご覧ください、なかなかの力持ち、しかもいかにも気が強そうでしょう。長堀和恵も気が強いし、このベルベットマッキンタイヤーも気が強いし、お互いに負けられません。ヤンキー魂みたいな、ね、そうなんですよね。シングルの好カードを迎えております、宮城県スポーツセンターです。宮本さんね、はい、あのベルベットマッキンタイヤーは去年ちょっとだけなんですけども、オーストラリアでムーラを破ってね、そうですね、WWF のチャンピオンにね、チャンピオンになったんですかね、短期間ではありますからね、ですからもう最高位を一度極めたわけですね。そうですね、しかもこの人は本当今、まあ、アメリカから来るレスラーとしても本当にもう何本かの指に入るね、本当に素晴らしいレスラーと思いますね。はい、まあ、あの最初日本に来た時はちょっとあの線が細いと言いますか、綺麗なだけで ね, でね、あまりあの技術はないなと思ったんですけども、まあ、回を重ねて今回が5回目なんですけども、1回1回大きく成長してね、大変な選手になったものであります。ベルベットマッキンタイヤーと長堀和恵の対戦を迎えております。噛みつきました。もうこの人は勝つためには何でもします。しかも多彩な技を持っております。ジャガーやはりベルベットマッキンタイヤーの成長っていうのは、はい、ジャガーたちから見てもね一目瞭然でしょ。そうですね、あの、最初の頃からまあ見てますけどね、はい、一回一回力がついてきますね。そうですよね、ジャガー最初に来た時なんかも相手じゃなかったでしょ。そうですね、なんかいるだけっていう感じがしましたね、はいはい、しかしやはり気が強いんでしょうね。とにかくあの負けて控え室で泣いたりするね、選手だそうですから、選手に聞きますと、だからもう悔しくて悔しくてしょうがない、日本に来ても負けてられるかと、そういった気持ちを持っている選手のようであります。長堀もしかしね、そういった気の強さでは負けておりません。なんか同じようなタイプですね、宮本さん。そうですね、そう言われてます、お互いに似てますね、しかも長堀もねやはりあのチャンピオンベルトを取りました。これまた今もう戦一戦力をつけている期待の選手であります。塩野さん、はいはい、この長堀選手なんですけど、まあ、この三重県といいますとこけしがね、あの名産というのがありますけれども、ですね、この試合前にですね、このこけし作りを始めて36年というこけし職人さんがですね、はい、あのお孫さんがこの小倉長堀選手のファンということで、あ、そうですか、小倉選手と長堀選手にですね、手作りのこけしをプレゼントという、これは嬉しいですね、このこけしがですね、なんとあの高さ40センチぐらいありまして、もう立派なこけしなんですよ、はい、直にしまして十数万円相当というですね、大変なプレゼントがあったんですよ。喜んでましたね、長堀選手ね。いやそりゃそうでしょうね、そうですか、今日もレポーターはフジテレビの三宅アナウンサーであります。さあ素晴らしいプレゼントがあったそうですけども、長堀和恵、そういったファンの前でね今日は負けるわけにはいきません。ちょっとあの腰を押さえたりしてますけども、今あの長堀和恵選手は綺麗な体をしますね。そうですね、ね、悪くないみたいですね、まあ、あのこういった状態で戦えれば選手にとっても嬉しいでしょうね。そうですね、できたらやはりサポーターとかね、さらしとか巻きたくないわけでしょ、ない方が動きやすいはずなんですよね。しかも相手の標的になりますしね、ですから私たちもこういったあの選手が出てくるとほっといたします。今日は長堀和也選手、まあ、万全の体調と申し上げておきます。男子宮さんはどちらかというとね、まあ、美形のと言いますか美人レスラーがね、大好きなんですけども、長堀和也選手なんか、そんなことないですよ。お、そうですか。ないですよ。やっぱりあの技をたくさん持ってる、やっぱりあプロだなというね。なるほど。ああそうですか。長堀和恵選手なんかあの小倉由美選手とね今コンビを組んでるわけなんですけども、いかがですか。いいですね。体がそれで、あの僕は来るたびに一回りも二回りも大きくなってますね。しかもあの太もものあたり、そう張り切ってますね。それであのそれなりに筋肉がついてるし、筋肉もついてますよ。それであと技がね、やっぱりあのスピードが出てきましたよ。みんな。体全体にやはり宮本さん、厚みがつきましたかね。そうですね、最初は細かったんですけどもね、まあこれで
空手技をね今身につけているわけでしてね、長織和恵選手、これから大いに楽しみな選手の一人であります。20分一本勝負シングル戦、長織和恵対ベルベットマッキンタイヤ。今度はベルベットマッキンタイヤ、マットを叩いて怒っております。裸足っていうのはね、ジャガー、はい、まあ、ベルベットマッキンタイヤのね大きな特徴の一つなんですけども、試合をやっててどうなんですかね、やりやすいんですか、やはり慣れるとやりやすいのかもしれないですけどね。私は足首を脱臼した時以外のシューズを脱いでやった時ないんですよね。あ、そうですか、ですから、まあ、ね、上から高いところはねこう落ちる場合は足にずしっとくるから、かえって、まあ、痛めちゃうんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。そんな気もしますかね、宮本さん、この辺りはどういうふうにご覧になりますか。いや、僕もね、試合自体としてはやっぱ危険が単純に伴うと思うんですよね、はいはい、まあ、場外戦にしても危ないですからね、はい、やっぱり足首っていうのは弱いところですからね、よく変化したりとかそういう事故が心配されるんですけども、まあ、やっぱりこれはこの人のスタイルですからね、ベアフットの女王と言われてました。これがもう売り物であります。みゆきちゃんなんかこのベルベットマッキンタイヤね、どういうふうにご覧になりますか。いや、私初めて見たんですけども、全然わざった方は関係ないんですよ。なんか水着というか、はい、着てるのがなんか素敵ですね。おしゃれっぽいね、おしゃれっぽいね、綺麗な服ですね、本当に。まあ、とにかくアメリカではね、本当に人気としてはもう今ナンバーワンと言ってもいいかもわかりません、この人がニューヨークでしたかね、やはり私も試合を見たんですけども、登場してきますとね、もう大変な拍手ですよ、やはり、さあ、長織和恵起きろというところ、おっとドロップキック、これは空振りに終わりました。あ、そして今度は逆にベルベットマッキンタイヤーの攻撃も空振りであります。イロチンドロップ空振り、さあ今度はロープに打ってどうするか、後ろに落としました。ようやく白熱化してまいりまして、スバットが出ました。さあ18番中の18番であります、長織和恵、タイミングを図ったように3連発、見事な攻撃です。ベルベットマッキンタイヤーたまらず今リング下に落ちております。今ちょうどなんか顎のあたりに当たってますね。あ、そうですか。まあ、しかしああいったいい技をダンさん持ってますからね、それでやっぱり外人選手ってのはパワーもあるし力もあるんだけど、やっぱり全般的に荒いですね。あ、なるほどなるほど、はい、大きい技の方がきめ細かい。あっと今度はヘンスアウト。しかし長森もあれですね、強い気が強いですね。この人も負けず嫌いであります。まず今ね、満員のお客様にアピールいたしましたが、大きな拍手が巻き起こっております宮城県スポーツセンター。さあ試合もね期待に好調をしてまいりました。ファンの人たちもね最初のうちはシーンと静まり返ってたんですけども、ようやく声が出るようになりました。盛んな拍手も湧いてまいりました。リング上白熱しております。さあ今度はどうか、押し倒すようにいたしましたベルベットマッキンタイヤ、カウントが2つ入りました。試合は20分1本勝負であります。ベルベットマッキンタイヤーはカナダのブリティッシュコロンビア州の出身であります。ちょうど放送席の方からは今どういった攻撃をしたのかは見えませんでしたけども、おそらく何か顔面をですね反則気味に攻撃していったものと思われます。さあ長堀パッケージコールド、これはちょっと惜しかった。そして今度はどうかと空振りに終わった。さあベルベットマッキンタイヤ、いや見事なキックでやります。もう一発いった、右足のキック攻撃。さあ今度はどうするか、抱え上げました。どちらに落とすんでしょうか、前か横か後ろか。おっと、おお、飛行機投げですか。やってるんですね。珍しいですね。しかしちょっとクラス気味、前に落としました。ああいった技は今まで初めて見せましたですけどもね、ちょっとあるいは右足のあたり今押さえておりました、痛めたんでしょうか。これは空振りです。さあ今度は1点いたしました、長堀のチャンスであります。長堀強烈なキック攻撃、高いところからいった。そしてこのまま決めました。何か今足を痛めたんじゃないでしょうか、ベルベットマッキンタイヤ。最後にやや迫力を欠いた試合でした。長織和恵、トップロープから鮮やかに飛んで勝利を収めました。長織和恵対ベルベットマッキンタイヤの一戦でした。